探りに発信チャミュー TV 司会の牛倉愛好きチャミューです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてそして、はい、金曜日レギュラー劇団スペースツアーの団長ののじこです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、平日毎日1時間の生放送をお届けしているチャミュー TV、 本日もエスカードプラザ特設スタジオから皆様にウキウキ発表をお届けするべく、はい、毎週金曜日は私チャミューとエスキモー、エスキモーです。はい、ちょっと寒すぎるからエスキモーだね。エスキモーだね、はいはい、ワンワンしてるね。ワンワンしてますか。ワンワンって言ってしょ、火星人が好きな。あ、そうなんだ、うん、もうそのテンションね、その女子力高いテンションはないと思うんですよ、はい、いや女子力上げていきたいと思いますけど、なんか頭切りましたね、毛も染めましたね。いやそんなことないですよ。嘘、何もしてない。嘘、これだったらいつもの私です。失礼しました、はい、なんかちょっといつもと違うかなと思っちゃいましたけどね。まあ、そのいつもと変わらない私、はい、チャミオとエスキモーで、エスキモーで送りいやそれ読みづらくね、長くね。エスキモーで、はいはい、寒いからね。そんなこんなでじゃじゃん、はい、本日2月13日の金曜日。そう、2月の13日、ねえ、13日の金曜日だね、まさかのね。なんで今日そんなに冷たいの。冷たくないでしょ、13日の金曜日ですよ。ね、でも去年は14日の金曜日だったね。覚えてない。いや私去年チャンミオ TV で書いたあのクッキーとかパイ作ってきたの、渡したの、来てくれた。そうだ、バレンタインデー、バレンタインデーの日は作ってきました私。あ、何もしてません。何もしてません。でもあの火星人からもらったの、はい、女子力著しく低下してからね。この辺婚活女子って言えない感じにはね、何にもやってないから私。あ、ね、まあそんな、はい、そんな今日はバレンタイン前日、はい、647回目のチャンミュー TV でございます、はい、でね、本日はね、ゲストさん牛久ウォーキングクラブの、うん、なんと会長さんと運営委員長さんがですね、うん、やってきて、まあ、いろいろなお話をお伺いできるということなので、うんうん、はい、まあ、ウォーキング好きの婚活女子としてはチャンミューさんね、体を動かすの好きでいらっしゃいますからね、まあ、私もちょっと見習いたいと思います今日の話を、はいはい。なんか疲れてないですか。超疲れてますね。ちょっとよだれ出して。なんでよだれ出して。疲れてるね。いやもうね、風がねひどくてね、うん、声がね、水曜日もね、カパテンゴ行きたかったんですけど、うん、風をこじらせまして、え、ずっと寝てました。そうなの。カパテンゴ行かないとね、多分牛久のね、あのね、楽しい度のね、多分 60% 損したね。そう、損した。行きたかったんだけど、行こうと思ったのに、もう朝ね、起きたら、あ、もうこれ全然全然起きて動ける感じじゃないわって言って、本当に朝起きてもう一回寝て起きたらもう4時だった。あれ、終わっちゃったね。もう夕方だった。まあチンチン、まあでもでもね、はい、元気いっぱい、はい、元気いっぱい。今日はもう復活してきます、はい、来たよ多分。じゃあそんなのじいさんは、はい、じゃーん、お、寒すぎる、のじかつ、今日はハッピーバレンタイン。寂しすぎるって見えたの。いや寒すぎる。まあまあ別に本当チョコも何も作ってないから寂しい感じですけど、ね、寂しいよね。まあ明日劇団あるんで、劇団前になって劇団にチョコレート作ってみようかなと思います。あ、もうじゃあド劇団の日ですね。うん、そうと、そのままドバレンタイン、はい、私あのバレンタインでいないので、いないので、ここら辺に、あ、なるほど、ここら辺にいらっしゃるんですよね、うん、楽しい、楽しんで生きてください。今なんかなりましたね。はい、次に進めということですね、はい、はい、じゃあ早速続いてのコーナー参りましょうかね。続いてのコーナーはチャンミオまとめニュースのお時間でございます、はい、早速ますけども、これね、お写真分かりにくいですね。はい、じゃ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 ん、これね、北斎すげえ、ハイスピードカメラで捉えた波がということで、まあ、まとめニュースで今回話題になっていたのは、今からね、はい、およそ180年ほど前の1835年頃に制作されました富岳36景の波がね、ハイスピードカメラで捉えた波にそっくりだってことで話題になっているという、まあ、そんなニュースなんですけれども、まあ、富岳36景、誰の作品でしょうか。なあ、なんだっけ、葛飾北斎さん。さすが団長ですね。葛飾北斎さんの代表的な作品でございます。で、現代でも必ずどこかで見かけたことがある、うん、あの富士山と、あと独特の波がちょっと象徴的になっているんですけれども、うんね、そのね、葛飾北斎の、うん、そっくりな写真、ハイスピード作品、カメラで捉えたのが、これね、わかるかな、どっちが絵なのって感じになるよね。これね、全部ね、波なんですよね。え、これ全部全部全部本物の本物の本物の。ああ、絵はないんだ。絵はこっち。わかる、下と上で。なるほど、なるほど。わかるかな、これ分かりにくいですね。ツイッターでね、事情と載ってたの。私たち一回いなくなりましょう、ほら、そうね、でもでもでも、そうだからこうね、葛飾北斎はまさに一瞬を切り取ったような絵を描いていたということですね。そういうことなんですね。まあ、葛飾北斎が
こう書いてありましたね、ハイスピードカメラのような着眼点を持っていたのではないかと、まあ、いずれにせよ、まあ、美しい芸術は今も昔も変わりないようだと。だからあのね、フランスのね、うん、この写真家さん、うん、ピエール・カルーさんの写真と、うん、葛飾北斎の写真がね比較されているわけなんですけど、やっぱりこう絵でこうやって描くのは素晴らしいですね。でもこれね、描ける人ってすごいよね、ほんと。でも描けんじゃないか。本当に言ってる本当に言ってるごめんなさい、なぞれば、うん、塗り絵すればね、まあ、塗り絵はね、いけるよ、みんな、大人の塗り絵であります、大人塗り絵でね、はい、まあでも、はい、素晴らしいよね、昔だって何年前って言ったら180年前よ、うん、いやその瞬間ね、ずっと動いてるものをそうやって捉えるんだからね、やっぱすごいね。だから天才だよね、うん、本当ですよ、天才ですよ、同じ芸術家としてまあ全く絵描かないんでね、同じ芸術ですし、いやでも、はい、劇団も芸術でしょ。まあまあそうですね、総合芸術でしょ、はい、だからなんか通じるものがまあ、伝えたいものがあるっていうのはね、うん、見ていただきたいものがあって、でも劇団の練習でピクチャーっていう練習があって、ピクチャー、はい、ピクサー、ちげえなピクチャーっていうやつがあって、うん、画角を決めてその中に登場人物を置いてくる、うん、演出家を一人決めて、うん、でいかに美しく見える構図にするかっていうのを練習する。練習が止まってんの、止まってる、みんな止まってる状態で、だテーマは夏祭りとかのテーマにしたら、うん、夏祭りの様子を、まあ、人で表現してくれる。え、だ園児でこう金魚すくいしてますよ、してる人とかいたり、お店の人がいたり、カップルがいたり、あ、花火やって上がってねみたいな感じだったり、そのテーマでいかに美しい絵にするかっていうのを練習する。で、そのでもそれはだって大道具さんとかないわけでしょ。そう、もちろんそれは何もない状況でバランスを取るわけ。だからミザンスっていうんだけど、舞台の上で美しく見えるバランスなの。それを感覚を養うために、うん、そういう練習をしたりする。これ私たち今美しく見えるバランスかしら。まあね、狭いからね、バランス取りよう、ね、こういくかこういくかみたいなね、こんな感じしかないからね、あんまりないと思うけど、画角的に、この中にいっぱい人がいるとね、バランスがね、人の目線をどこに集めたいかとかね、やっぱり違うんですよ、動きだったりとか。さすが芸術家ですね。ありがとうございます。ありがとうございました無理やり語らせられた感が、ね、ありますけど、ちょっと引き出していきたいですね。ありがとうございます、はい、ということで以上ですね、はい、まあ、ちゃみのまとめニュースでございました。はい、なんかあんまパッとしないまとめニュースでしたけどね自分で言っちゃダメだね自分で言っちゃったね。あ、なんか、うんうん、でもね、最近、うん、面白くないの。あ人様のとこからね持ってきといて面白くないんですよ、上から見せるのね。フリーで大丈夫って書いてある。まあフリーはね、大丈夫、著作権振ったり。なるほどね、はいそこはちゃんと来てますから、はい、じゃあ次行きましょうね、はい、続いてのコーナーは、はい、牛久のニュースをお届けするコーナーですが、その前に一旦提供さんのご紹介です。ジャンミオ TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社三洋ホーム様の提供でお届けいたします。はいはい、はい、続いてのコーナー、うん、牛乳でございます。2月の13日の金曜日何を言わせたいのか、ね、全然よくわかんないパスを投げてくるんですよね、この人ね。風で病み上がりの私になんか、まあ、よくわかんないパスを、ね、投げてくる。2月の13日金曜日です。はいね、はい、ないんだよ、そんなに2月の13日の金曜日は。まあないですよね、あんまね。恐ろしい日なんだよ。まあまあそうっすねはい、いきます。じゃあ1つ目の、何をやってんのさっぱり分からない侵入でございます、はい、こちらはですね、イベントのお知らせでございますけれども、コメントが届いてるそうですよ。はい、コメントきます、はい、かよさん、おかえりなさーい。ちゃんみよ、のじく団長、おばんです。のじく団長、風邪冷やさないように気をつけてくださいなってことでね。外めっちゃ寒いからね、本当に、はい、あんまりさ、外の寒さを感じてないんだけど。いや、今やばい、今も外やばい、風がすごい出てきて、本当風を受けて歩いたらものすごい寒い。自分このこれ1枚だけ。寒い。ヒートテックとかも着てない。寒いよ、本当に。でも薄着だから寒いのかなと思ってたけど、世の中が寒い。いや、世の中みんなが寒いと思ってた、はい、じゃあよかったです。はい、じゃあ早速いきます。一つ目の侵入から参りましょう、はい、第7回の花工房のひな祭り2015ということでですね、うん、
2015年、うんはい、今ひな祭り、あここにもないですね、うん、まあ今ね、今茨城県中で、まあ、ひな祭り結構にぎわってるんですけども、うん、第7回の花かおぼはひな祭り2015、うん、え、吊るしびなとお細工もの、うん、お細工かな、わかんないものが、うん、ということで、あの牛久にあります、うん、メイコーパールさんの2階のギャラリーにて開催されるということです、うん、日本玩具博物館ちりめん細工講師の、うん、上村さん、これ牛久市の方なんですけども、が主催されていて、そのちりめん細工花工房の会のメンバーの方が作った吊るしびなだったりとか笠服創作人形など100点以上が展示されるということなんです。でなので皆さんぜひ足をお運びいただきたいんですけども、これはね、2月18日が来週の水曜日から3月3日の避難祭りまで開催されています。お時間が、午前10時から午後5時まで、3月3日は、3時で、閉まってしまいますので、そちら注意してください。主催はちりめん細工花工房の会の方だということでございますけれども、はい、ひな壇出しました。実家に行ってないんでね、ひな壇見てないですね。お、自分家では飾らないですか？私のアパートで飾ってても意味わかんなくないですか？なんで？え？私一人暮らししてる時おひなさんも飾ってたよ。え？アパートの一人暮らし女子って31にもなってひな飾り飾るもんなんすかね？だからさ、なんだよ、お前もだろ、お前もだろ。女子力ないことに関してはあんまり言われてないよ。7段とかじゃないでしょ？全然私1段。まあまあそうだね。そう、じゃあ折り紙で作るよ。あー、タカちゃん、のじこが欲しいってお願いします。豪華なやつはね、お願いします。せっかくなんで、じゃあ折り紙で7段作ってください。折り紙で7段ね、どういう感じなのかね、耐久性がね、きちんとあげる。わかった、のじがどうして、何がどうしていや、聞いておこうか。何、飾らないとどうなってしまうんですか、女子は。お嫁に行き遅れるんです。片付けないとでしょ。そう、あ、飾らないと。違う、片付けないとだよ。3月3日を過ぎてもう片付飾ってるままだと嫁に行き遅れない。でもそもそも飾ってないとその土台にもできない。おいおいおいお前、やばいね、なんか喧嘩ですね。ジェイソンが来たのかと思った、はい、お面かぶってないよ。はい、エスキモですから。エスキモですね、はい。じゃあちょっと続いて、はい、参りましょうかね。皆さんぜひメイコーパールさんの2階で開催されてますので、はい、あ、2月18日から無料で入るか。無料でございます。ぜひぜひ足を運びください、うん、ということです。でもなんか昨日のね、昨日じゃないな、この間の、火曜日の時に、出てくださった茨城観光庁の長官の久保田長官が、お話しされてるところによると、というひな祭りのイベントが、茨城県で22カ所ぐらいだったんですかな、22個載ってたんだけど、こんなに多いひな祭りの催しがあるの、茨城県が全国1位です。へー、あ、そうなんだ。そう、なので牛久もあれに乗るといいなっていう。 なのでね、ぜひこのメイコーパールさんのやつも乗るといいなと思いますけどもね、はい、はい、じゃ続いて参りましょう。こちらね、カッパメールさんからの、ニュースの記事いくつか紹介していきたいと思います、はい。1つ目、エスカードシネマクラブ平成27年度の会員を募集しておりますということです。これはね、エスカードホールでの映画の上映会、エスカードシネマクラブの来年度の会員募集となっていますが、なるほど。これはね、毎月第4木曜日、エスカード障害学習センターのエスカードホール、すごい綺麗なホールですよね、そちらで、映画の上映会があるんですね、はい。それの会員さんを募集してます。受付開始日が2月の16日の月曜日、来週の月曜日、受付時間が9時から、朝の9時から午後の5時までです、受付場所が中央障害学習センターで、2月の16日の月曜日のみ、エスカーの障害学習センターの第2講座室でも受け付けます。これはね、10時からです。で、会費が、年会費が3000円、で、半年の会員だと、前期2000円です、ということで、これも年間で一気になった方がお得ですね。で、これ映画1回見るとさ、リリースデーでも1000円なわけじゃん。まあそうだね。だから3回見たらもう元取れちゃう、ね、なるほどね、はい。なので、なぜひ木曜日に見れそうな方はいいですね。そう、行ける方は、ぜひエスカードシネマクラブ、すごいもう綺麗な場所で、しかも素敵なスクリーンでいい音が聞けてっていう、エスカードシネマクラブ、ぜひ皆さんも会員になってください。コメント届いてますね、はい。お、かよさん、飾らなくなったおひな様はみんなで持ち寄って飾って楽しみましょう、はい、ということでした。じゃあ、はい、のじこの飾らなくなった7段の
ひな祭りが。うち今そうだね、今弟しか実家にいないからね、ら多分飾らないだろうね。いやでももうあれじゃない、親御さんがうちの何時刻か何時刻か夢に行きますよね。だから片さなかった場合だっまあのちこ別にそんな言うてもそんな枯れてるわけじゃないんで別に平気なんですけど。はい次行きます。やる気なくなったな、はい、まあ頑張ってください。画面から外れちゃいますよ。はい行きますね。続いて第125回のトクトク1が開催されます。2月の22日の日曜日午前9時から11時まで牛久市の、市営の聖火、ちょっとちょっと聞いてトクトク1 トクトク1ですよ。なんかちょっとやる気なくなったなと思って。ちょっとメイン MC がなんかレギュラーのこといじめる番組とかちょっとどうなのかなみたいな。いつもいじめられてるの。そんなことないでしょ、あんたが異常なほど噛むからいけない。今日噛んでないの。今日は噛んでない、いいですよ、はいはい、じゃあサクッといきますよ、はい、で、まあ、牛久市営のね聖火市場でトクトク市開催されます。今回はねなんと手作りの、まあ、先ほどにも引き続きつるしびなを展示されるということで、しかも温かいスープもサービスです。午前9時からでなくなり次第、あったかいんだから、あなんで控えめなんだかね、よかったね、はい、いや多分次の牛店でね、ああやってくれるね、あのなくなり次第終了です。前回の甘酒もね結構早い段階でなくなってしまったので、あのぜひ早めにですね、いいですね、あのスープ飲んでください、はい、でサービス券付きのね商品は僕イオカンです。へ、袋入りイオカン限定100袋、これはあのイオカンをね並んで買います。そうするとサービス券がついてます、うん、でそのサービス券で、トクトク市で、うん、そのサービス券分だから100円だったら100円分のお買い物ができますので、うん、お得ですので皆さんぜひですね、イオカン買ってください。でこれ限定100袋の格安販売なんです、うん、9時45分からですので、うん、これもお早めに、まあ、トクトクイツとかね、うん、あのご太一さんとかもそうですけど、うん、早めに行くといいな、ね、うん、はいでございます。じゃあ続いて、うん、続いてはですね、これはひばりくんメールからなんですけども、うん、はい、偽電話詐欺に注意と流行ってますからね、はあはあ、なんかね、うん、現在っていう風にその時間帯ちょっとずれちゃってるんですけども、今日ですね阿見町うずらの市内、うん、うずらのっていう場所があるんですけど、うん、そこの家庭に、うん、あなたに、お金を金をね、お金あなたに金を購入する権利があります。はい、失礼しました、はい、失礼しましたね、金を購入する権利があります、うん、迷惑はかけませんので名義を貸してくださいなどという電話がかかってきた。怪しすぎるよね、もうね、怪しいよね突然なんで私に金を購入する権利が発生したんでしょうかってなるよね、それ。なりましょうね、なりましょうね、それなりましょうよ、うん、で、まあ、儲け話があるとか、はいはい、名義を貸してほしいっていうセリフはこれ偽電話詐欺の手口ですから、うん、もう名義なんて電話かけてきた人には貸しちゃダメだよ、ですよね、絶対ダメです。ダメですよ。いやでもなんかこうね、いやなんか金買えちゃうかもと思ってじゃあっていう風なのあるかもしれない。金が絶対ダメですからね、あるならまあね絶対ダメ、自分で買いに行けばいい話だからね、うん、はい、なのでこれ住民の皆さんくれぐれも騙されないように注意してくださいということです。このような電話がかかってきた時は110番または牛久警察署02987101110に連絡をしてくださいということでございます。ね、まあ、せめて誰かに相談することが大切ね、ご家族とかね、これどうなんだろう、怪しい気もするけど行ける気もするなってなった時は必ず誰かに相談していただいて、自分の判断は、そうそうそう、ね、自分とかもそうだけど、そうそうそう、もうね本当絶対ダメ絶対ダメ、ちゃんみを一人で判断したら絶対ダメだ、ね、ね、行けるかもとか行けない行けないみたいなねありますから本当に。そうだよね、相談してください、知ってる、はい、ね、まあ、ということで偽電話詐欺、はい、皆さん注意してください、はい、本当にさっき不審者も偽電話詐欺もいろいろとちょっとね物騒になってきてますので皆さんねあの気をつけてください、はい、ということで今ねあのカッパメールとあとひばりくんメールの情報あのご連絡というかご紹介したんですけども、あのカッパメールもひばりくんメールも登録すると皆さんにねメールで情報届きますので、あのこちらはぜひご登録いただきたいと思います。まだ登録してないという方あの簡単にできますのでね、ぜひ登録よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続いてですね、小中学校からのお便り参りましょう。本日も牛久市の教育委員会さんにご協力いただいて牛久市内のニュース、ご紹介していきたいんですけど、今回は小学校のターンですね、見てみましょうと、はい、はい、飛んでますな、飛んでます。牛久小学校4年生の縄跳び大会がありました。これはね昨日ですね、4年生の縄跳び大会がありました。今大会で最も盛り上がったのはクラス対抗で行われた、大縄跳びです。8の字跳びとあと10人跳び、
それで、なんかね、この日のために体育だったり休み時間にすごい練習を重ねてきたと。で重ねるに従ってどんどん記録を伸ばしていったと。で今回ね、このどのクラスも目標に向かって自然と心が一つになっていきましたっていうことで、本番はね最後まで諦めないで一生懸命に飛んでいる子どもたちの姿を見ることができました。閉会式が終わった後の子どもたちの表情はとても充実感に満ちていて、笑顔が輝いていましたということでした。で4年生は今月の24日に2分の1成人式という大きなイベントがあります。2分の1だから20歳の自分、ね、10歳、うん、そう。で今回の縄跳び大会で学んだ心を一つに生かして素晴らしい式を作り上げていってほしいですということですって。なるほどね、20年前の話でしょうね。20年前やってないですね。もうね、20年前はこういうことね、そう、もうなかったです、私の時ね。ないよ ね、 ね、はあ、じゃあ続いていきますね、はい、続いての学校はこちらでございます。じゃん、はい、岡田小学校です。笑顔で色鬼、違う、笑顔じゃない、英語でした、英語で笑顔で色鬼は普通でしたね、はい、英語で色鬼、なるほど、ね、今日は1年生の英語活動の授業がありました、うん、英語の色の名前を教えてもらい、色鬼が色鬼遊びがスタート。3、2、1の掛け声も元気いっぱいの英語が響きますということです。その色に触るやつよね、色鬼ってね。ちょっとね、色鬼がわからない。色鬼って赤って言ったら、鬼が赤って言ったら、その色にタッチして、タッチできてたらこうやって、あ、赤タッチって触れたらセーフだけど、触れてないと追いかけられて、触る前にタッチされたらそいつが鬼になっちゃうね。そんなんじゃなかった色鬼。あんまりね、鬼ごっこ的なものはね、普通の鬼ごっこしか、あ、かくれんぼとかわかるよ、ケイドロとかね。そう、でも色鬼はあんまりちょっと馴染みのない鬼ごっこ。あ、そうなんだ。私はね、へえ、色鬼あった気がするな、小学生ないかったですね、うん、はい、じゃあ続いていきましょうね、うん、続いての学校はこちらです、はい、じゃじゃん、奥の小学校チャリ、はい、交通安全教室がありました。4年生が自転車の、安全な乗り方を交通安全協会の方から講習を受けたそうです。4年生来年から自転車通学になる子がいます。安全に登下校できるよう、どの子も協会の方のお話を真剣に聞いていましたということでした。最後ですね、牛くん2勝です。はい、今日の給食、うん、今日の給食はバレンタイン献立、ハヤシライス、麦ご飯、いちご牛乳、ベーコンエッグ、シーザーサラダ、ミニチョコです。サラダとハヤシライスにはハートのハッピー人参が入っています。年に一度のチョコレートも美味しかったですということで、すごい、チョコなんか出るんだね。ね、私最初このね、深皿がチョコレートなのかと思ったけど違いましたね。こちら小さいのがどんだけ大量にチョコ投与してんだよなっていう感じになっちゃいますね。でもいちごミルクなんて牛乳出てきたっけ。いや出てこないでしょ、ミルメイクでしょ。ミルメイクも私あんまり覚えてない。ミルメイクもあんまなかったと思う。あのほら、なんかチューブみたいになっててさ、こうなんかチョコレートのやつを入れるようなやつなかった。だからそのあんまりそれね、なかった、なかった気がする。あったと思います、うん、ないと思うんですけどね、どうでしょうか、うん、皆さんの時は、はい、はい、ということで以上ですね、小中学校からのお便り、今回も牛久市の教育委員会さんにご協力いただいて紹介させていただきました、はい、じゃあ続いてのコーナーは、はいはい、はい、はい、おかえりなさい。バレンタインデーキー、バレンタインデー、ちょっとあれ滑っちゃってんじゃん。滑っちゃったね。いや今完全に乗ったら火傷するやつやと思ったからちょっと乗らなかったわ。いやそこは乗っとこ、乗った方、乗っとこなんて言って今乗っとこ絶対いたたたたのやつだね。いたたたた、はい、じゃあお願いします。早めに、はい、お願いします。はい、明日のお天気です。明日の天気は晴れます。晴れます。またバレンタインデーは晴れます。お出かけ日和です、ね、あ、これはもう、はい、寒いかな。あ、最低気温はマイナス3度、はい、最高気温9度です。温めてもらえばいいんじゃないか。そうですね、あったかいんだから、あったかいんだから、なんだ、今日さ、今日さ、今日さ、なんでそんなテンション低いの。なんか女子がバレンタインで浮かれてるだけで私のテンションは普通だと思いますけどね。女子、いやなんかあんまりあの滑るような テンションはちょっとどうかと思うんでね、うん、あの冷静にいきますけど、うん、はい、で、はい、恒例の週末のお天気です、はい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 、日曜日、はい、晴れのち曇り、最低気温はマイナス2度、最高気温は11度、あ、まあまあちょびっとですね。
ほびっとあったのかな。まだ寒いですな。寒いからあったかい格好してあったかいんだから。毎日やってる気がする。これ何のためにやってるの。いや、まあ、そのうち出てもらいたいんだろうね、ゲストにね、私たちがね。なるほどね、クマ娘の方だよね、出ていただきたいんだね、はい、出てください。笑いを取る気でやってるわけじゃないもんね。いや、全然笑い取る気じゃないですよ。笑い取れてないもんね、今のじゃね。いや、たぶんあの、この辺の本気でやらないと笑い取るね。本気で、来週の野次子団長に期待しようかな。いや、まあそこの本気を出せるかどうかはあるからね。まあ、チャミオさんの日頃の行いにかかってるってことで、日頃ディスられすぎてなんかもうやる気なくなってるわみたいな感じで、本気でそんなあったかいんだから歌えませんよ。練習してんの。してな。してない、はい、主にほとんど聞いたこともない、ちゃんとしたの。はい、ではでは続いて、はい、続いて参りましょう。以上牛久のニュースでございましたけども、はい、続いてはですね、はい、皆さんお待ちかね、はい、牛久市の観光協会情報でございます、はい、昨日に引き続き今回2回目でございますけどね、早速一つ目のニュースはこちらでございます、はい、お写真ドン。はい、ほうほう、何でしょう、何でしょう。あの、これはですね、はい、牛久自然観察の森の、あの梅の開花状況をお知らせします。牛久自然観察の森、なんとですね、現在、紅梅2本、白梅2本が花を咲かせているということです。自然観察の森にはなんとね、白梅50本ほどあるそうなんですけれども、毎年同じ木なんですよ。同じ木が他の木よりも1ヶ月近く早く開花すると。そうなんだろうね、その違い。そうなん、理由はねちょっとよくわからないんですけども、まあ、ちょっと目立ちたがり屋なのかも。ね、いますからね。ね、いますから、どこにもこういうのね、本当に、はい、かなと、はい、でね、まあ、現在ほぼ全ての木がつぼみをたくさん蓄えた状態で寒さをしのいでいるということです。開花まであとしばらく時間がかかりそうですということでした。まあね、今後もまたいろいろと梅の開花状況については観光協会さんもね、あのお知らせしてくださると思いますので、私たちもご紹介していきたいと思います。はい、そうですね、はい、じゃあ続いてです。続いてはですね、こちら、じゃじゃーん、はい、キャンティークラシコ牛久市内で販売中というニュースでございます、牛久市の友好都市といったらどこでしょうか。グレーベインキャンティー。ビンゴー、はい、グレーベインキャンティーの名産ワイン、キャンティークラシコというのがございます。このキャンティークラシコが牛久市内でなんと購入できるようになったということですよ、牛久市内の、牛久市観光協会会員の販売店はご覧の4店舗です、皆様ぜひ本格ワイン味わってくださいねということなんですけれども、まあ、池上さんとかね、天満屋さんとか玉野さんとか、あと南部コーヒーさんがですね、新たに加わって、はい、こちらで購入することができます、なんですけどね、あの販売するワインの種類等につきましては、各お店にですね、お問い合わせいただきたいということでした。はい、じゃあ続いてです。じゃじゃん、はい、同じくキャンティークラシコなんですけれども、今度は飲めるお店ですよ。はい、先ほど ね、ご紹介しましたけれども、牛久市の友好都市のグレーベインキャンディのワイン、キャンディークラシコが飲めるお店です、こちらね、今ご覧の店舗で、食べ飲めるということなんですけど、弥七さんとかね、居心地屋さん、杉浦さん、松木さん、フリスタイルジーンさんとか、新月さんや春菜屋さんは今後予定となっているので、ぜひですね、これ出していただきたいなと思いますね。なるほど、はい、でね、出てくるワインの種類等につきましても、こちらを ね、直接お店にお問い合わせをいただきたいなということでございました。でももうこんなにいっぱいね、牛久市内でキャンティークラシコ飲めるようになってますので、ちなみに団長は、はい、野次子団長は、キャンティークラシコはもう飲みましたか。飲んでないですね、私もね、まだ飲めてないんですよね、なのでちょっとぜひですね、試してみますね、今日のお店に行ってみたいと思いますし、我らが木曜レギュラーのカズちゃんのところでも、インクでもですね、実は飲めると。あ、そうなのね。そうなんです、なので皆さんそちらもチャンピオン TV を見たり、もしかしたら何か起こるかもしれない、あるかもしれないでね、ぜひ。恐ろしい、この言葉本当に恐ろしいですからね。この前もうすでに安い劇団のね、チケット代を もっと安くしようとしましたからね、女ね、本当に恐ろしい女ですよ、恐ろしい女。はいはい、コメントが届いてるようですよ、はい、うん、はい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 、うん、かやさん、火星人ちゃんに温めてもらうと焦げるよー、うおーって言ってましたね、まあ、火星だからかな、焦げない、ね、焦げない、焦げない、そうです。はい、まあ、火星人ちゃんもおひなさま出したんですか。出してない、出してない。あ、これやばいね、やばい、やばいってよ、やばいね。でも一番面白いのは、出してるのにいけないのが一番恥ずかしいからね。
そうだね。で出してて片付けてるのいけてないのが一番やばいですよね。まあやばいやばいやばい。あやばいやばい。何も言えなくなってきた。行きたい気持ちではいっぱいなんですけど。そうね、ちょっとね、まあまあまあ、運命がね、きっと素敵なダーリンを連れてきてくださいますよ。運命、運命。突然テンションが落ちました。突然テンションが落ちました。メイン MC のテンションがガタ落ちです。いや確かに自分出してた。出してるくせにいけないのが一番恥ずかしいのまま置いといて、まあテンション上げてみましょうよ。そうですね、アップアップ、ね、片付けてもらえるんですけどね。結構ね、厳密にきっちりやってらっしゃるの、ね、厳密に行き遅れないように母が、はあ、母の思いはね、取っ払ってくれる。今のところ通じる見込みゼロでございます、ね。まあ、でも私まだあの団長よりもちょっとまだ年は重ねてないので、まあ、2歳ですけどね。まあもう結婚的歴はねもう過ぎてらっしゃいますから。いやまだ平均ですよ、平均ですよ私。あ本当ですか、うん、日本人の平均29歳。あなるほど、女性。じゃあまあギリセーフ。じゃまあ、今年ね、しっかり片付けられればもう次来年はね、そうですね、関係なくなっちゃうと。ごめんね、宣言しましたから。先行っちゃう。去年ね、去年 の, バレンタインの時もね、同じ声と普通に喋りながらやりましたけど、まあ、来年はこの席にいる時はもうすでに既婚者になってると。これですね、既婚者になってるらしいんでございますので、見ている皆様、証人としてね、祝福してあげてください、来年のチャンミョンさんをね。はい。見せてるやんですね。はい、まあ、ちょっとね、じゃあもういいです。はい、ということで牛久市のね、はい、観光局開発さんの情報を発信させていただきました、はい、今後もですね、はい、発信していきたいと思いますので皆さんぜひチェックしてください、はい、タカちゃんからコメントきます、うん、おかえりなさーい。おかえりなさい。ゆくれちゃん、宮野智子団長、ただいま、今日は家で見てるよってことですよ、うん、おお、そうなんですね。いつも最近いつもだと思いますけど、うん、あ、そうなんだ。違うのかな。ほうほうほう。さあ、じゃあちょっと続いてまだですね、うん、時間が、はい、ゲストさんの時間がですね、はい、まだまだということなので、はい、前回に引き続き、うん、どこかでやったことがあるような、はいはいはい、そんなやつをやってもいいですか、はい、じゃあいいですよ。心理テストを行かないといけないと思ったので、はい、なるほど。じゃあ行きます。私たちのね、そう、内側の部分を見せていこうっていう。そう、いいですか。いいですよね。これね、内容によっちゃ言っちゃいけないんじゃないかなって思うのがねあったりとかすると思うので、はい、行こうかな。うん、もうなんとかなるでしょ。大丈夫かな。変なのだったらごめんね。変なんだったらもうそれはそれで面白い。パソコンで検索。はい、これ被ってないですから、はいはい、私がやってるラジオ。なるほど。ある日あなたがパソコンを使って、インターネットで検索をしていると、突然画面に誰かの体の一部が画像が現れました。さてそれは体のどの部分だったでしょうか。次の中から選んでください。皆さん選んでくださいね、はい、3択です。胸、お尻、足。どういう検索をすればそれに引っかかるんでしょうか。まずいやだから突然だから、突然ちゃんみよって検索したらちゃんみよのどの部位かが出てきたってこと。そういうことだよね。まあ胸はないだろうから。そんなことないと思うよ。そんなことない。ちゃんとあるよ。あるある、ごめん、ついてはいるよ。ついてはいるね、はい、ありがとう。あー元気なくしやたら年齢でディスってくるから、まあ、しょうがないですよね。まあね、はい。でちゃんみよさんじゃどこなんですか。胸かね、尻か足でしょ。胸も尻も興味ないんで足でしょうね。あー、でこれ興味あるものを出てくるわけじゃないでしょ。あ、そうか。あのパソコンを使ってインターネットで検索をしてると突然なんかこれ完全になんか違うものを検索してたパターンですよね。はい、ちゃんとなんか違うものを検索してましたよね。急がないと時間が。あ、そう、うん、なんだろうな、はい、もうパッと考えたら、うんうんうん、いやー、お尻は絶対出ないかな。胸かな。胸じゃあいきます、いきます。これ、はい、皆さん今ですね、うん、3つありましたけど、これはですね、うん、あなたの隠れた好奇心の、うん、対象のテストです。ほうほう。好奇心の対象がどこであるかということですね。ほうほうほう。3つあるうちのどこから行く、誰から行く、一応上から行こうか。胸から行くか。胸を選んだ野次子団長、うん、はい、あなたの隠れた好奇心の対象は愛です。ありがとうございます。読んでたんでしょ。読んでないよ。ここでのパソコンの、ね、足が出てきた時何だったかね。ここでのパソコンの画面はあなたの好奇心を表していて、うん、そこに不意に現れたものであなたの心の奥にある好奇心の対象が分かりますと、胸、特に女性の胸は、うん、愛情の象徴で、あなたの心の中には愛情への好奇心が芽生えているようです。
ほー、はい、知らず知らずのうちに誰かに心惹かれてこの人のこと好きなのかなと思い始めたり、あるいはもっと純粋に恋愛の意味について考えたりしていませんか。人は愛によって成長すると誰かが言ったかどうかは分かりませんが、あなたも今まさに人間的に成長しようとしているのかもしれません。ありがとうございます。人間的に成長してます、ね、はい、ありがとうございます、はい、あ、歌舞伎堂さんもいらっしゃいましたよ、うん、おかえりなさい、おかえりなさい、ズバリケツということでお尻です。はい、いいですね、これいい感じに3人分出ましたね、はい、よかったですね。じゃあいきます。お尻、はいはい、お尻を選んだあなた、好奇心対象はお金です。お金、なるほど、お金だって突然ね、お尻はお金や経済力の象徴で、うん、あなたの心の中ではお金やお金儲けに対する興味が膨らみ始めてるようです。なんかひょうたんとか売ってますから ね、 あの誰かはね、よくわかんないですけどね、はい、何か欲しいものがあったり、うん、将来の夢について考えたりして仕事や収入について意識し始めてるといったところではないでしょうか。そう、お金はね、欲した時に逃げていくといった人がいたかどうかは分かりませんが、お金への興味が膨らみすぎないよう注意してくださいと。なるほどね、いうことでした。最後です、はい、皆さん、チャーミアさんね、はい、足、足は、足を選んだ人の隠れた好奇心の対象は未知の世界。どこに行く気なんですか。足は挑戦や冒険の象徴で、うん、なるほど、あなたは今未知なる世界への好奇心を抱きつつあるようです。何かの習い事に興味を持ったり、今までとは違う環境に身を置こうとしているなど、未知なる世界に一歩踏み出そうとしているのではないでしょうか。人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては偉大な一歩だと言ったのは月面着陸を果たしたアームストロング船長の言葉ですが、あなたの小さな一歩がいずれ偉大な一歩になるよう頑張ってください。だって、なるほど、じゃあ何様じゃないですか、もうね、何様だろう、未知なる世界にね、もうどんどんご行ってください。何ですか、何ですかって、何ですか、言ってたことをそのまま言っただけですよ。なんかこれ、このうちにです、いや、もうすいませんね、あのバレンタインデー、私愛をね深めて、愛にちょっとね、ありがとうございます。別にいいよ、自分未知の未知の世界ね、未知の世界、まあ、未知の世界に突き進んでも、うん、来年度にここでこうやってあの結婚発表してらっしゃいますから、あの未知の世界と愛を2つ獲得するってことね。おめでとうございます。ありがとうございます、はい、よくわからないでございますけどまあでも、あの皆さんいかがでしたかね、当たってましたか、うんうん、まあ、でもあの先ほどコメントくださってた方は多分当たってるんじゃないかなと思いますけどもね。お、なるほどなるほど、はい、どこかで7割引き、7割引かれるので必死に稼げなきゃならんのですってことですね。あの被害者でした。どっかでですね、どっかでチャンミュー TV を見たというと、はいはい、あの歌舞伎堂さんというですね、ひょうたん屋さんが7割引きになりますので、皆さんぜひご利用いただきたいと思います。恐ろしい。はいはいはい、ありがとうございました。ということで、まあ、ちょっと早めですけども、はい、続いてのコーナーはね、はい、あの私さっき落とととと大丈夫ですか、まあ、消えた、そうですね、はい、でね、続いてのゲストさんね、はい、活発タイム、はい、本日のゲストさんは牛久のねウォーキングクラブさん、お二方も登場してくださいますので、はい、いろいろお話聞いていきたいと思いますので、一旦 CM 流していきたいと思いますが、どちらかな、 CM です。いただいてますので、早速自己紹介をお願いいたします。はい、わかりました。牛久ウォーキングクラブの会長をしております、飯塚幸男と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。同じくですね、はい、牛久ウォーキングクラブの運営委員長をしております望月と申します。はい、よろしくお願いいたします。じゃあですね、ちょっとこちら本日は
牛久ウォーキングクラブから、はい、なんとですねいつか会長とそして望月運営委員長が登場してくださって、はい、まあ、いろいろとお話をお伺いできるということなんですけど、今回は日立の牛久駅のグリーンハーモニーだと運動公園の散策コースについてを教えていただけるということで、はいはい、うん、多分ね盛りだくさんの時間になるかと思いますので、皆さんぜひですねコメントもお寄せいただきながらちょっとご紹介していきたいと思います、はい、なんですが早速ですねちょっと牛久のこのウォーキングクラブなんですけども、概要というかいろいろと教えていただきたいんですけど、会員さんって今どれぐらいいらっしゃるんですか？今会員は101名です。101名。おお、はい、3桁101名。そのうちの、はい、まあ、男性と女性っていうのは比率はね2対1で男性の方が多いんです。男性の方が元気でも、はい、よそのクラブでは大体女性パーが多いんです。というのは、はい、夫婦で入ってるケースが多いんですよね、はいはいはい、私のクラブは、はい、夫婦で入ってるのは僕少数なんで、はい、どうしても女性が少ないという形になってますね、なるほど、はい、他で夫婦で入っててどうして牛久ウォーキングクラブは夫婦で入らないでしょうか？いやだきっとね何か面白いな冒険があるんじゃないのかなと思います、ね、はい、ちなみにお伺いしましょう、平均年齢はどれくらいですか？平均年齢はね 71.5 歳です。非常に高齢化になっております。これが何ですか？はい、 でも平均が 71.5 ってことは一番最年長と最年少をお伺いしてもいいですか？最年長はね83歳、最年少は、はい、38歳ぐらい。その若い方も、はい、います、はい、いらっしゃるんですか？38歳から。言葉は悪いんですけども、はい、71.5 歳っていうことは、うんうんうん、前期高齢者の仲間入りをさせてもらったんですよね、うちのウォーキングクラブの平均年齢は。なるほどね、はいはい、まあでもそんな皆さん元気いっぱいの101名の皆さんでこの牛久ウォーキングクラブというのは形成されているということですね、はい、で、どんなことを活動をされてるんですか？ですから牛久ウォーキングクラブ の、 その目的は、ウォーキングクラブの将来発展と、その健康会員の健康と親睦融和を図ることを目的にして活動してます、はい、親睦だったり融和ということで、はいろいろと楽しめる行事だったりがあると思うんですけど、あります。どんなことをして皆さん交流を深めたりとかされてるんですか？はい、です。どうぞ会長さんですから、どうぞお喋りください。一応ですね、私どもではその東京ウォークとか、はい、それから一泊のもみじウォークとか、はい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 、それから工場見学、例えばキリンビールの工場見学、だから今年はアサヒビール工場見学して、まあ、7月ですけどね、はい、暑い時に行って支援をすると あれが非常に楽しいですね。それから今年は野田の醤油工場行って、はいはい、キッコーマン、キッコーマンの生の醤油をもらってくるという企画もいっぱい立てております。すごい面白い企画がいっぱいですね。じゃあ本当にあの牛久のこのウォーキングクラブってありますけど、牛久だけじゃなくてもう県内外問わずいろんなところに行って、はい、全国ではあの日本ウォーキング協会ってのあるんですよ。日本ウォーキング協会、はい、これのね、はい、あ、それでこれですね、ジャパンウォーキングアソシエーション、あと、IWA って茨城県ウォーキング協会、でそこには13団体が入ってるんですよ、私どもと、で大体会員数は1100名ぐらい、結構いらっしゃいますね。いらっしゃいますね、います、でもその中でも茨城県にあるうちの13の一つってことで、やっぱ牛久っていうの結構そのウォーキング的にはなんか多い方ですね、人数的には。でただ、その毎週日曜日うちはウォーキングしてるんですけども、よそのクラブについては毎週はやってないんですよね。じゃあ結構なんか体育会系というかいやそうじゃないんだけども、やはり今高齢化の中では健康寿命を延ばそうという健康寿命、市の方でもやってますけども、やってましたね、活発化Qちゃんがいました。その一環でやっぱり私どもも会員のやっぱり前は会員の健康だけだったんですけども、最近でやっぱり健康寿命とか健康長寿それを目指して、いつまでもやっぱり元気で歩きたいなというふうに思ってますよね。牛久の方はでもすごく元気なんですよね。確か茨城県の中でも1位か2位ぐらいの平均、ね、はい、健康寿命だったから、多いんですよね、だからまあきっとこの牛久ウォーキングクラブさんがだいぶ貢献されてるんじゃないのかなという気がしますけどもね、はい、で今回は、まあ、先ほども申し上げました、日立の牛久駅グリーンハーモニーと牛久、運動公園の散策コースについていろいろとお話をお伺いしていきたいと思っておりますけれども、こちらですねお写真を
ご用意していただいたので、そちらをですね、はい、まず出してみたいと思います。こちらです。じゃーん。はい、皆さん見えますかね。はい、今回が日立の牛久グリーンハーモニーと運動公園散策コースということですよね。はい、そうですね。こちらについて、じゃあちょっといろいろと教えてください。じゃあ私の方から。はい。今全体の図が出ておりますけれども、はい、距離がですね、6.1 キロ。うん、6.1 キロ、うん、でコースとしては運動公園から、日立の牛久駅の方に向かってってですね、はい、それから桜公園の近くまで来たら、はい、今度あの駅の方に、ちょっとコースというと右の方に曲がってきます、はい、で最後はまたですね、桜の、日立の桜公園っていうところに出てきて、はい、その後ですね、ずっとあの圏央道の近くの方を回って、あの下根中学校、はい、わかります。あの辺からまたグランド、うん、あの運動公園の方に戻ってくるようなコースになってます。だいたいあの1時間45分くらいで回ってこれますね。うん、6.1 キロって結構1時間45分でそこって戻ってこれちゃうんですね。うん、いや、あのね、早い人ですと、うん、僕もそうですけども、だいたいね、時速ね、6キロくらい1時間で6キロ、うん、あ、でも1、これ私の場合ですよ、はい、でもトイレ休憩したりね、トイレ休憩時間が入ってますんで、うん、まあ、あのコースに、そこの資料に書いてある、はい、所要時間としては1時間45分くらいってなってます。で、途中ね、トイレが2カ所ありますね。はい、お手洗いがあります。ちなみにどちらにあるんだろう。日立の牛久駅、日立の牛久駅と日立の桜公園、はい、2カ所ありますので、十分あのどなたでも参加できるし、ゆっくり回ることもできるというコースになっております。はい、そしてこちらは、どうやって来るのが、車の他にも、あ、車という電車 と、ね、あのスタート点とゴール点が2カ所用意されておりまして、はい、1つはあの運動公園、はい、車で来た場合は運動公園の方が便利ですね、はいはいはい、それからもし電車で来た人の場合は、駅、うんうん、ね、日立の牛久駅に、降りて、うんうん、そこから歩いて、一周回ってまた駅に戻るというコースが便利かなと思います。じゃあもうどこからでも行けてしまうということですよね。ここからスタートしなきゃいけないよっていうルールはなくて、ここから行くといいんじゃないのっていう、はい、まあ、このコースの場合どこでもあの9つコースあるんですけども、はい、このコースの場合は2カ所用意されております、はい、全部が全部2カ所コース、あのスタートとゴールがです、用意されてるってところは全部あるとは限らない。ここの場合は非常にそういう便利さがね、あのどちらでも便利です。どっちでも便利と、はい、ということでした、はい、じゃあちょっとですね、こちらの、まあ、日立のね、牛久駅グリーンハーモニーと運動公園散策コースの特徴についても教えていただきたいと思います。飯塚さんでいいですか。うん、じゃあ言いましょうか、運動公園の、はい、運動公園はですね、はい、いろいろな設備が、うんうん、備わってます、うん、運動できる設備ですね、うんうん、メインアリーナとサブアリーナありまして、はい、そこではバレーボール、ヘルシーボール、うんうん、バスケ、うん、だから最近ではエアロビクスもやってます、はい、でその事務所の2階には、うん、その運動器具が、うん、備えられてて、うんうん、そのエアロバイク、はい、それ他にあの歩行マシン、はい、あの歩いたり、はい、走ったりする、そういうマシンも揃っていて、非常に健康増進には、ね、役立つ機器が揃っております。であと表に行きますと、はい、野球場がありますけども、はい、多目的ではあの草野球が2面取ります、うん、それから本球場では、うん、最近ではあの高校野球の公式戦できるようになります。電光掲示板があれすごい、あるだけでも全然違う。それで、うん、その他に、うん、あのスピード測定器、はい、スピード感があるんですよ、うん、ピッチャーが投げる、はい、球速バンと出るわけですね。プロ野球も出ますね、大谷が162キロ、まあこの辺だと高校生だと140キロ、はい、それが瞬時に出るというところで、非常にまあ県南の方ではいい設備ですね、はい、今後いろんな大会をぜひですね、はい、それからテニスコートは全天候型が10面あるんですよ、はい、10面もあるんです、あるんです、うん、でその他にあそこ運動公園の中を歩くと、うん、だいたい1周 1.3 キロぐらい、はい、あ、そうですね、 1.3 キロなんですね、はい、あの中って、うん、で浸水公園のもありますので、はいはいはい、そういうコースもあります、はい、いろんな楽しみ方がある運動公園でございますね、それから日立の牛久の方に向かうのには、うん、やっぱり戸建ての
一戸建てとマンションがね、うん、整然と並んで、うん、非常に近代的な町ですね。新しい町ですからね、それから、はい、常陸牛久の行くと、うん、その旧あの中央万博駅が、はい、その平成10年に、はい、改正開設されまして、うん、常陸牛久駅が作られているという、はい、そういうことです。それから運動あの桜公園の方に向かうんです。でその後は、うん、詳しくは上院長にいろいろとお話をお伺いしていきたいと思います。じゃあですね、スタート地点からウォーキングを、まあ、やっているような皆さんに感覚を味わっていただきたいと思います。運動公園からですねウォーキングを始めます。牛久市内でも最も充実した設備ということで、まあ、先ほどもねいろいろとお話をお伺いしてましたけども、こちらですね見えるかな、はい、ここからまあそれはあ2列ここですね、うん、はい、こちらからですね。今映ってるのがその、野球場ね。はい、うん、でこのじゃ次のはいこちらですね、はい、あでこれはですね、あの最初はですね、はい、あの運動公園からちょうどね、はい、あの成人の日の時にマラソンやってますよね。はい、シティマラソン、あれと同じコースをずっと我々はマラソンじゃなくて歩いてきます、うん、あの北に向かって、はい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 、そうするとですね、広いあの片側2車線の広い通りに出ます、はいはい、うん、そうするとでそこの通りもあのまっすぐ行っちゃいます、はい、まっすぐ行っちゃいますともう桜公園に近づいてくるんですけども、はい、桜公園はさてお預けしておいて、はい、後で行きますんで、はい、で途中でね右に曲がってきます、右折します、はい、右折したら、まあ、写真出ますかね、右折してこれでね、ね、4あそうそうそうですね。でこれがですね、はい、ま、綺麗にこうね、要するに整然された綺麗なね街並みしてますけれども、はい、ここだけね一箇所理由はよくわからないんですけども、一方通行の綺麗なねカラフルなね歩道が非常にこう綺麗なね、なんで一方通行なんですかね、確かにね。うん、ね、はい、のここの道を駅の方に向かっていきます、はい、でこの途中のですね右あたりが最も早くですね戸建て住宅が常陸牛久駅近辺でできたところになります、はい、ここずっとあとこのあと5分くらい行くと常陸牛久の駅の方に到着いたします。じゃあこれ、ね、次の画面出ますか、はい、出ましたね、はい、これが常陸牛久の駅です。はい、でこの駅はね先ほどの平成10年に開設されたと言いますけど、うん、その翌年にですね、はい、関東のですね駅100選にこれ選ばれた、うん、非常にね綺麗な駅です。本当にでも、うん、綺麗です、非常に綺麗な駅ですね、できた時はびっくりしましたからね、うん、はい、そしてそして次のお写真いってもいいですか、うん、次のお写真いってみてください。じゃーん、さてこれは何でしょうこれはですね、はい、八兵衛さんの像と言いまして、はい、この方はどんな方なんですか。私もね八兵衛さん、あの駅ができた頃はよく知らなかったんですけど、はい、最近ちょっと勉強しました。はい、そうですね、はい、これをのこの八兵衛さんはですね、うん、この地域に古くから伝わるね物語がありまして、はい、酒島の霊仙っていうんです、うん、酒島ってのはお酒の島ね、はい、その主人公なんですよ八兵衛さんっていうのは。でこの物語は何かなと思いましたら、ちょうどこの八兵衛さんの像のです、ね、右下あたりにちっちゃなで、ね、プレートがあるんですね、はいはい、ちょうど A4 番くらい の,、はい、のこのプレートにその物語を書いてあるんですよ。で実はその物語が今の八兵衛さんのすぐ近くにあるプレートばかりじゃなくて、はい、東口と西口に全部で4枚プレートがある。4枚もあるんですね。その4枚のプレートを全部読むと、うん、ストーリーが分かる、ストーリーが分かるということで、順番にそれでね、ちょっとね、はい、せっかくですので、うんうん、そのどういう物語かっていうのを私が、うんうん、あの全部読んで、教えてくれるんですか？ちょっとね、メモしてきましたんで、すごい、これはちょっとごめんなさい、これ暗記までできませんのでね、暗記はできないので、はい、ちょっとね、アンチョコを見てね、はい、ちょっとね、読まさせてもらいます。すいません。第1場面っていうかね、第4場面までありまして、はい、第一場面っていうのはちょうどこの八兵衛さんの像のあるところに書いてる、ね、うん、あのお話です。八兵衛さん、はい、じゃあ読んでみますね、はい、ちょっとね言葉がね、うんうん、なんかね、そうそう、難しそうなんだな、うん、ちょっと読んで、読んでちょっと違和感あるけどね、はい、はい、読んでみますよ、はい、昔々ここいらは近くに清らかな小野川の流れ、うん、田んぼが広々と続く、うん、とても美しいところだったそうな、うんうん、
その田んぼの真ん中には小島のような小高い場所がひょっこりあったんじゃ。そこには緑の木がニョキニョキと生え茂り、中ほどにある泉からは清水がこんこんといつ尽きることなく湧き出ていたそうな。なるほど。村人は仕事の合間にそこに集まっては喉を潤し一休みするのが習わしだったんじゃ。そんな 下根の村に八兵衛さんという一人の若者がおったそうな。その八兵衛さんは村でもそれはそれは評判の働き者だったんじゃ。この方ですね。っていうのがこれ一場面ね。なるほど。で次のね、あのプレートを探してみてくださいね、皆さんね、はい、皆さんぜひ見ていただきたいと思うんですけど、ね、多分ねそれをね読んでしまうと、うん、今日のコースが全然紹介できなくなってしまうので、あ、そうじゃあ、ね、せっかくありがたいですけど皆さんぜひですね、4つは、あの自分で、そうしましょうかね、足を運びいただいて、うん、ね、じゃあ、あらすじだけね、はい、どうそのね、ん、 そう、あらすじ、ぜひ、あらすじも時間ないから、あ、そうか、もったいないな、うん、いや、うん、じゃあぜひ皆さんで見ていただきたいと思います。じゃあ、はい、じゃあ、はいはい、八兵衛さんの、うん、場所からですね、折り返して、うん、日立の桜公園に向かうと、うん、じゃあ桜公園ということなんですね。これはね、私の撮った写真は桜が咲いてないんだけど、桜が咲いてる写真を入れてもらったっていう、 ありますよ。ありましたか。こちらですね、日立の牛久、ね、これ綺麗です ね、 はいとかね。これはおそらく、ね、3月下旬か4月上旬くらいになると、はい、この牛久地区は桜が咲くと思いますけど、はい、非常に、ね、綺麗な公園です。はい、ぜひ、ね、訪れてみてください。はい、いいですね。もう来月、再来月ぐらいに展示されてますもんね。はい、はい、そして、はい、でこれを過ぎると、はい、これはだん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 ね、今まで非常にね街並みが綺麗だったところから一転して、これはね田んぼとかですね、うん、遠くに剣王道とか 見えるようなのどかな場所が出てきます、はいはい、今この写真がそうですね、はい、うん、ちょうど左側にちょっと白っぽく見えるのが下根の中学校ですね。中学校ですね。これでちょっと画面ちっちゃいですけど、右側の方に磯瀬神社っていう神社があります。もう一つの写真だとでっかく写ってるのあるかもしれません。もう一個こっちかな、これです ね、 あ、そうだね、うん、ちょっとあの木々がありまして、その、ま、夜も本当の田んぼの中ですね、うんうんうん、今のねコースからちょっと外れてね100メートルくらい外れると、はい、この磯瀬神社に行きます。で実はね、先ほど僕はね、はい、物語を全部説明したかったんですけども、はい、この磯瀬神社と八兵衛さんの物語ってつながってるんですよ。ですから全部ね物語で最後までねご紹介したかって、ちょっとお時間がないっていうんで、で今の磯瀬神社の中に実はあの泉がある、あの泉っていうんですか、あそこですか、泉があって、そこからお酒が出てきたと。今出てこないのかな。でその神社が、はい、あのお酒の出てきたその場所になってるんです、はい、というね、つながりがあるんです。はい、はい、ちょっと寄ってみてのもありですね、うん、だからちょっと寄ってみて、うん、あのコースからね、ほんと100メートルくらいね、右側の方に行くと、その磯瀬神社に行くことができますんで、うん、で、またね、戻ってくると、はい、中学校のね、脇を通って、はい、だん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 またあの運動公園の方に近づいてくるんで、はい、先ほど私が最初に出してしまいましたけど、そうそうそう、出してしまったね。あの今ちょうど真ん中のちょっと右側に見えてるのが、あの先ほどお話しましたのスピードガンが出てくる、出てくるね、うん、画期的な電光掲示板の裏側でございます ね、 ですね、はい、いや、うん、あっという間に時間になっちゃったんですけど、はい、でもこれで 6.1 キロのヘルスロードも今の出回ったと、うんうん、早いです。早いまでしょ。いや僕はね、全部あれ紹介したかったんだよ、物語を。全部聞きたかったです。まあ、ぜひね、あのパネルかね、あのプレートがね、うん、4つあるんで、どこにあるかも含めて探してみると非常に楽しいかなと思います。楽しんでいただきたいです。八兵衛さんですかね。八兵衛さん。ぜひ覚えてください。あ、でもやっぱりああやって、なんか日立の牛久も、すごい新しいイメージがあって、うん、ね、素敵な街の後も、ああやって自然もあったりとか、田んぼの道があったりとか、うん、いろんな楽しみ方があるんですよね。そうですね。でももう、うん、本
本当に時間があっという間に過ぎてしまって、エンディングテーマがかかってきてしまいましたけど、でもね、あのね、ちょっと紹介したい写真があったので、こうね、上空から撮った写真も、もうね、牛久運動公園から、日立の牛久の、まあ、上空ですよね、こうやって。上空写真撮ってくださったのは活発化実行委員の、ね、太田さんのお写真ですけどね。太田さんがね撮ってくださった、はい、でもこうやっていろんなお写真、うん、まあ、四季折々楽しめますので、はい、皆さんですね、はい、ぜひ日立の牛久のこのねウォーキングコース、はい、日立の牛久駅グリーンハーモニーと牛久運動公園の散策コース、はい、お楽しみいただきたいです、はいはい、ということでございました。あ、短かったね。短かったですね、ちょっともうちょっと長めに撮っていけばよかったんですけどね、でも本当に分かりやすく今回も、はい、教えていただけたので、はい、皆さんもまだ行きたくなっちゃったじゃないですか。まだまだね、9コースありますから、これからも続きますんで、はい、いろいろとよろしくお願いします。これ企画して、はい、全員でピンバッジをゲットしようと企画しております。カッパ塚のキューちゃんのね、そうです、ピンバッジ、だから一般の人も、うちの方に体験ごっこで来てくれれば、一緒に歩いて体験もできるんですね。できます。もう最後にキューちゃんです、これ後ろかな、いただきますから、はい、こういうバッジもらいますよ、キューちゃんバッジ全部回るとキューちゃんバッジもらいますよ、カッパキューちゃんもらえますので、ぜひぜひ参加してください。参加したいなと思った時は どこにご連絡すればいいですか。牛久中央障害学センターの、はい、広場に、はい、今で聞く7時半に集合していただければ、はい、あの毎週日曜日、はい、大体日曜日は休みですけど、はい、もう体験できますから入らなくても、はいはい、なので皆さん、うん、みんなウェルカムですからね、体験してみてよかったら入っていただければね、一緒に歩いてカップついてピンバッジもカップできるような形になると思いますので、はい、ということなので皆さんもぜひぜひ挑戦してみてくださいということで、あっという間でございましたけどもね、はい、最後スポンサーさんをご紹介してコメント見て店じまいしたいと思います。では VTR どうぞ。ジャンミュー TV は旬の台所レンコン屋様、旬の台所シャンシャンタツ様、うまみどころ新月様、株式会社三洋ホーム様の提供でお届けいたしました。はい、はい、あっという間に終わっちゃいましたけども、はい、コメントも大丈夫ですかね、はい、はい、ということで本日はね、牛久のねウォーキングクラブの会長さん、そして運営委員長さんに登場していただいて、いろいろとお話をお伺いしました。皆さんも今日ね見てくださってコメントくださってスタジオに遊びに来てくださってありがとうございました。本当にあっという間でしたけども、はい、ありがとうございます。はい、どうもお疲れ様でした。はい、ということで皆さんまた来週もチャンミュー TV ぜひぜひチェックしてください。それではおやすみなさーい。バイバイ。